例えばの話だが、突然怪しい手紙で隣国に呼び寄せられた大貴族の子息がいたとしよう。ええ。現地で死んだとしよう。ええ。周囲はどう感じると思う？暗殺されたと思うでしょうね。ですよね。いや、もうなんで死んでるの、ゲラルト。自らノリノリでチャンバラ吹っかけて、負けて切れて勢い余って窓から落ちて首の骨折るとか。お前、もうお前さ。それもびっくりするくらいコロリとね。このままだとアントガダルどころか帝国と戦争までありえる。ああ、俺はただゲラルトとロアをくっつけて帰国してもらいたかっただけなのに。はいはい、落ち着いて。ともかくアントガダル号が動く前に手を打たなきゃね。あ、そうだ、俺の思惑、ロアの思惑、アントガダルの思惑、全てがしっちゃかめっちゃかになった今、ここで主導権を握った人間が大きく有利になる。失礼いたします、殿下。ロエルミナ王女より至急面会したいとの申し出が。いかがいたしますか？通してくれ。は、先手取られたわね。やっべえ、ロアがどう出てくるか考えがまとまってない。帝国貴族を死なせたことで抗議をしてくるとか。だとすると、それに伴って何を要求してくるかだが。ロエルミナ王女をお連れしました。もう少しゆっくり連れてこいよ。やあ、ロエルミナ王女。